こんにちは。おっす。赤いサレの床の違うわね。なんか外れてるな。一応ここに持ってきたいんだと思うんですが、こんなとこに連れていく方法がない。あいやいや、ここに乗っかる方法はない。ここに行くはこれだっけ。あ、じゃあこれでいいわ。迷ってました。これパワーを使ったらこれ破壊できるのかな。パワー感やりたいことは破壊っぽいな。登り直すってことはできないので、なるほど。やっぱこの辺も押せないけど引けますよのルールに従ってるんだ。それが分かった上で、いや、こいつらもこうなりますせーか。なるほどね。簡単じゃないな。さては。どこにあると嬉しいかな。これ以上右には持ってけへんので。ああ、でも今のは割と良かったのかもしれないね。
こことここかな。したければ ここにはまあ欲しいよな。ここにあってなんか俺がこっちに渡れればクリアできそうだ。これ意味なかった。落とさなくていいのか。ってことはそこに落とした方が良かったってこと？でもあれを踏まずに持っていくのはむずくない？これ踏むのもったいなすぎるよね。こうやってからここに足場が一個欲しかったんよね。ここに。これが欲しい気がする。
こうですか。こうかな。こうだな。こうだね。なるほど。先にタワー作ってから足場置く。なるほど。ちょっとした処理順なんだな。面白かった。これが高レベル。ああ、じゃあ、ここになんか2個あったとして、こっからこう来て、2段目にいる牛を拾っていくみたいなことができるのか。それか、いや、普通にこの辺にいた人をこうやって引っ張ってゴールもしていいけどねって言ってんの？でもこの空間に来たら戻れない？出られない？その空間に来たら出られない。一番下にこれがあって、二番目にこれが置いてあって、これを高さ2段のものを引っ張って、ここに落として、二段目に乗ったら、いや、2段である必要はないな。これが壊れて、ここに道ができて、でも俺は戻れるのか？その状態で牛を持ってこれればゴールできるのかもしれないし、牛を拾うためにまずなんかしてねって言ってるから、こうすると上に乗っかってるものが取れた瞬間壊れるわけよね。はい。これでは これダメなの？これダメなんだ。引っ張る判定にならないんだ。あれか、後ろからつい、なんだか、よく、処理の世界だから、よくわからないけれど、階段を登る場合に、俺の真後ろの物体がついてくるっていうのが入らないらしい。地面があった場合は、引っ張ってあげることができるけど、地面がないと引き上げられない。あ、そうなの。じゃあなんかゴールの仕方よくわかんないね。俺もともとこの形でゴールできると思ってたから、なんか途中まではでもああいうことをするしかないような気がするよな。この状態でジェントルスワップっていうタイトルから察するに、この2つを入れ替えるのが答えに近づく一歩なんだと思うよ。もよよ。これは、あれが押せて、俺は牛を乗っけていくよね、みたいなことができる場所だから、
こういう場所なんだよな。入れ替えたいんですけど、やはり左側はそういうことができないようになってんのか。これで入れ替えられたけど、そんでこいつを、こいつをどうしたい？この台が階段を上らないから、これを何かの上に乗っけるってことはもうできなそうでしょ。こっから真上に持っていくだけでいいのかな。どういうこと。あ、これだけでいいんだ。なんだ、あれ、ここ俺使った、ここに来るためには使ったけど、ここは使ってない感じがするな。多分こういう、いや、動き方は多分これなんだけど、ステージを全部使い切ってないという不思議な感じになっちゃった。落とさず真上を持っていきなさいよ。この辺にあればいいですけど。こいつを上に持っていくことができないよって。でもこれはもう知ってるんだよな。すでに履修済みの話だった。こっちが新エリアに向かうルートっぽいな。だからこっちの方が多分ハイレベル。はい、ちょっと確認したいですね、これは。やっぱそうだよね。あれ、まあ、牛が下がってしまうな。ここで牛を下げなければ勝つな。でも牛は下がっちゃうな。なーにそれ。めっちゃ邪魔だ。これ壊した方がいいのかな。
うわ、もう誰もがそこになるポテンシャル持ってはるやん。よっしゃ、なんかどれを壊しても大丈夫な気もするけど、オーバーパワー缶が2つもある。これの向き変えないといけないよね、多分。下に転がるようにしてくださいね。でも、そうだよね、そういうことだよね。この辺はまあ予想していた範囲内だった。絶対使うもんね。バイアヘア、メトロの意味がわからない。赤いしたらゴールできないよねと思いきや、そうでもなくて、代わりの足場を持ってくれば大丈夫。だって最初に踏むしかないんだもんね。向こうにいる牛を持ってくるにはどうしたら、向こう側に足場を落として、こっち側に足場を落とす。そうすると、この足場を奥に配置するのが問題。これさ、問題。問題です。ゴール判定になるかどうかだけ確かめてみるか。そうなんだ。じゃあ、そういうことね。で、範囲レベル。サブスティテューション。牛2体、ゴールあそこ。後から2匹を持ってこようという行動は、やや難しい。ど真ん中だよな。ここに、これをここに落とすということができたらいいね。むずいね。できるか。できないか。
あれ難しいかもね、これは。これは難しいね。無理です。なんでこれできんの？丸太が浮いてるからだ。しかもこっちに押すことで引っ張っているという力が抜けるのか。うわ、こんなのわからん。むず、オーリーカウでした。むずいですね。カルピスでも飲もうかな、今日は。ファスト。これ段、ちょっと段差わかんないね。なんか1段目と2段目でこう草の色を変えるみたいなのがあるとね、わかりやすかったりしますよね。あの子をそちらに送ってください。もう左端から持ち上げていくのは多分できないだろうか。うん。牛をここのラインに持ってはこれないよ。もちろんこういうところにも、ここに飛び出されたわけだから、あ、こっからこうやって持ってきたいってことは、ここに1個置きっぱなしにしてくださいよって言ってそうなんだけど。これでいいのか。よくないか。ああ、これ前に行けない。転がし上げるという行動は取れないのか、俺は。良さそうなんだけどね、今の動き方で。あ、回れるじゃん。なんだ。すいません、ここ回れないと思ってました。ほな、これですわ。これはイージークロース牛がいる場所が一段低く、あ、ここに、こことここに、いや、ここはいらない、ここには置いてよねだろうな。それはそうだろうな。ってことで転がしたいよ。これここだな。ここで転がすとこっち向きになるから、このパーツを左に持ってこれない。いや、持ってこれるからってことは、
この子は。とりあえず落とせという命令を入れたいやつ。一旦ここに置いとけばいいのか。こいつにとりあえず落とすだけ。これをこっちに持ってきて落としたのかいな。せめえな。ドカン。オッケー。じゃあ、今日はこんなところですかね。難しいやつがちゃんと難しくていいね。